はい、本日はですね、こちらのアークテリクスのアロー8を紹介していきたいなというふうに思います。で、これが購入してから、まあ僕何回か使ってみて、気づいたこととか何個かあるのでお話をしていくんですけども、最近ですね、お前カバンめちゃくちゃ紹介してるなっていう感じだと思うんですけど、カバンがですね、これ入れて、まだあと3つ4つぐらい紹介するやつがあるので、まだこれからしばらくカバン系 YouTuber としてご紹介はしていくんですけど、ほんまのこと言うと、一応意図というか狙いはあるので、別にこんなことで喋ってもあれなんですけど、一応そういうもうちょっとカバンは紹介していきたいなというふうに思ってますので、一応多分アークテリクスはこれが今んとこは一段落つくんかな。次はまた違うブランドとかになると思うんですけど、今回はアロー8を紹介していきたいなというふうに思います。ではですね、このアロー8っていう、いかにも何て言うんですか、悪く言えば中途半端な大きさ、よく言えば、ボディバッグ以上でデイパック以下っていう、ちょうどいいバランスっていう人もいてると思うんですけど、これがどんな特徴があるんかとか、あとどういうサイズ感があるんかっていう、今日の流れとしてはそんな感じで喋っていって、次にデメリットとか話して、最終的にはこういう人には向いてると思いますよみたいな感じのお話をしていきたいなというふうに思いますので、早速特徴からお話していこうと思うんですが、これですね、まずカバンの形状から見てもらいたいんですけど、このカバンっていうのが、ボディバッグとかと比較するとワンサイズ大きいんですよね。例えばここにマカ2という、同じアークテリクスから出てるブランドの、これはもうボディバッグになってるんですけど、ウエストバッグボディバッグなんですけど、これが3リットルぐらいかな、確か3リットルぐらいなんですけど、それの倍 2.5 倍ぐらいあるとこんなにサイズ感が違うので、ボディバッグと言われるは違う。でもリュックと言われるは、次僕アロー22っていうのがあるんですけど、このアロー22とアロー8を比べると、あ、リュックよりはかなり小さいなっていう感じで、ちょっと標準語混じりますが、そんな感じの大きさになってるので、一応形状としてはこうリュックタイプの背負うタイプではなくて、こうなんていうんですかね、ボディバッグに近いような感じでこう背負うような、郵便局屋さんというかおじさんスタイル的な背負い方がメインということになってます。それでおじさんスタイルとは言ったんですけども、これ容量がめちゃくちゃいいんですね。アロー8ということで8なので8リットル入るっていうことになってて、8リットルがどれぐらいの大きさというか、実際入れてみたらどんなもんかっていうことなんですけど、今例えば職場とかで通勤用でリュック背負ってるけど、結構ガラスかやねなんとかいう方とかやったら、これが多分ちょうどいいと思うんですけど、まずですね、この一番前にポケットが一つ目あるんですけど、ここにはキークリップとかがついてるので、家の鍵ひっつけたりとかして、財布が1個長財布入りますよっていうのとか、あとは例えば名刺ケースですよね、こういうのも入りますよとか、あと小銭ケースなんかもこんな入りますよっていうのと、あと鍵も入りますっていうのが一応この前になってて、このカバンのメインのところっていうのはこの表のところではなくて、こうひっくり返したところにある、ここにあるジップなんですよね。これはまた後でも言うんですけど、止水ジップって言って水が入らないようなジップになってるので、いかにもアウトドアブランドらしいなっていう感じなんですけど、これをサッと上げていくと、ここにメインの収納があって、例えばどんなものが入るかっていうと、お昼のご飯のお供、そうカップヌードルのシーフード味っていうのが入ってたりしますし、あとそれ以外にはこれカメラも入るんですよね。なので GoPro とかが普通ボディバッグとかで、このマカ2とかだと入らないんですよ。全然横幅が入らないんですけど、このアロー8であったらぴったり横にスポッて入っちゃうので、こういう GoPro とか、あと一眼とかも入ると思うんですけど、カメラも入りますよっていうのがあったり、あとそれ以外には、水筒ですよね。水筒があったりするんですけど、これは水筒と見せかけて中にお酒を入れるという手法もあるはあるんですけども、大体の人は水かお茶入れてるでしょうということになってるのがメインのところで、さらにこう小分けできるところがあって、この小分けできるところにはこういうノート、仕事で使うメモ帳とか入れれて、これサイズがですね、 B6 ですね、 B6 がぴったり入るような大きさになってて、なおかつジップも閉めれるので、ジップを閉めちゃうと、例えばこういうのが水がもしこぼれたってなったりしても、メモ帳は全く濡れる心配がないようなジップがついてあるので、ここピュッて閉めてあげるとしっかりメモ帳は守られてますよっていうのがあったりだとか、あと前のところにはさらに大人の方やったら結構持ってあると思うんですけど、ハンカチとかこういうのピュッて入れるので、例えばさっきのそれこそ、シーフードのこの、カップヌードルがばらまかれたってなったりしても、このハンカチには全然影響ないですし、もちろんそれこそ水道がこぼれたりとかしても、ここは撥水加工が行われているので、このタオルは濡れませんよっていうことになってたりするので、この辺の仕切りなんかもしっかり考えられてはいてるので、通勤するのが普段これぐらいです。例えばカップヌードル掘り込んで、昼飯ですよね、昼飯掘り込んで、水筒
彫り込んで、まあ、仕事でメモ帳がいるんやったらメモ帳を彫り込んでぐらいの人であればちょうどこの大きさってよくて、まあ、他には例えばパソコンとか入るかなと思うんですけど、パソコンは全然入らなかった。iPad は入るらしいんですけど、パソコンはもう全く入らんという感じがなってるので、まあ、本当にリュックよりちょっと下やけどボディバッグよりは上っていうサイズ感になってます。まあ、なのでこう欲しい人からしたらめちゃくちゃいいサイズ感やし、リュックとボディバッグで満足してる人からしたらいやこのサイズ感いるっていう感じだと思うんですけど、まあ、そういったサイズ感っていうのがこの8リットルっていうことになっております。で、まあ、次がですね、先ほどもちらっと言ったんですけどジップが2箇所になってて、1箇所はこの前の部分のジップがあります。で、2箇所目はこの後ろ側のところがジップがありますっていうことになってて、両方とも止水ジップを使われているので、このジップの隙間から水が入ってきて雨が入ってきたりすることはもちろんないですし、もちろんこの前の方も止水ジップになっているので水は入ってきませんよということになってます。まあ、そしてさらにこの前面の方はですね、この生地自体が防水の生地になってるんですよね。なので濡れないんですよ。だから例えばですね、こういうめちゃくちゃ大事な、僕と嫁がたまにしてる交換ノート的なメッセージがここに書かれてるめちゃくちゃ大事なノートがあるんですけども、まあ、このノートをピュッて入れますよね。で、防水の生地の中に掘り込む、そして止水ジップを閉める、そしてここに入ってる水をかける、そしたら濡れないのかっていう、まあ、マジックみたいなことになるんですけど、これがもし濡れると全ての思い出がなくなっていくのでこれは怒られると思いますが、こういう感じでですね、もうパーって水を垂らしていくと、こんな感じで綺麗に弾いてるんですよね。なので前の方に関してはもう全く濡れないですし、まあ、それこそ書類とか紙とか財布もそうなんですけど、濡れたらあかんもんっていうのを掘り込んだりできるような感じになってるんですが、この後ろ背面の方はですね、ジップは止水ジップ使ってるんですけど、他の生地はナイロンなので、これはこの一か八か実験しちゃうともうびちょびちょになっちゃうっていう結果がもう目に見えてるので、後ろの方はしないでおこうとは思うんですけど、前に関しては以上こんな感じで弾いてくれるということになってます。なので、まあ、アークテリクスがお好きな方とかやったらこういうアロー22とかも同じだと思うんですよね。この前の部分は防水生地を使ってるけど、この他の部分は違うよっていう感じなんですが、それと全く同じような感じになっております。そしてこれが濡れてるので拭きながら次いきますね。次がこの背面の部分、要は体に当たる部分やと思うんですけど、この体に当たる部分っていうのがこのまあアークテックスのロゴがあるんですけど、それ以外にもこのクッションが入ってあるので、まあ、例えば中にこうちょっと尖ったものとかこう物をキュウキュウに入れすぎたりとかしたりしたら、まあ、たまにこうカメラとかギュッてこう刺さってくるじゃないけど、当たる時ってあると思うんですけど、こういうのはしっかりクッションが入ってあるので、もう体の当たる部分っていうのはいくらリュックの中身をパンパンにしても干渉しないというか、当たったりすることがないような設計になっているので、より背負い心地がいいという、背負うというか掛け心地がいいというか、まあその辺まで考慮されているようなカバンになってます。まあやっぱ8リットルなんで結構多分入れる方が多いと思うんですよね。だから結構荷物入れちゃってパンパンになったとしても、まあその辺は考えられて作られているので、ボディバッグやったらここまでしっかりしたクッション入ってないんですけど、やっぱり8リットルぐらいになってくると結構荷物入れると思うので、その時にこうペットボトルの先っちょがこう尖って当たったりとか、まあ尖るっちゅうことはないけど、まあカメラとかもこういう先っちょとかなんか地味に当たってる感じとかってあると思うんですけど、まあ、そういうのを多分考えて作られてるんかなというふうに思います。そして一応持ち方としてはですね、これ2通りあるらしいんですけど、これ多分結構おしゃれな人やったら持ちこなせるというか、こう背負いこなせるというか、こう持てると思うんですけど、まあ例えばこういうふうにここに1箇所あるので、ここにここでこうやってパッて持っちゃうっていう、こうビジネスライクな持ち方もできるし、まあ、あとは先ほど見てもらったみたいにこれかける感じで背負ったりもできるんですけど、まあ、これ多分前にやっちゃうと本当に郵便屋さんになっちゃうと思うんですよね。だから郵便スタイルが嫌な方は多分後ろにしちゃうと、まあ、前から見たらボディバッグなんかどうかわからへんけど、まあ、後ろから見たらあ郵便スタイルねっていう感じになってると思うので、まあ、この2種類がまあ持ち方かなというふうに思います。でですね、まあ、次はデメリットのところに行きたいんですけど、まあ、デメリットが何かっていうとですね、やっぱり大きさパッて見てもらったらわかるとは思うんですけども、やっぱりサイズが結構限られてるっていうところもあって、大きな荷物は入らないんですよ。だから例えば書類 A4 の書類とかってお仕事されてる方とかって多いと思うんですけど、もうそんなは全く入らないですし、あとまあパソコン PC とかも多分もう13インチとかは入らないと思うんですけど、 iPad とかやったら入るらしいので、まあ、iPad mini やったら入るんかなんかちょっとわからないんですけど、まあ、サイズ的には結構限られてはくるっていうのがまあデメリットかなというふうに思ってまして、多分バリバリこう事務作業してはる方とかはやっぱ PC があったり書類があったりするので、そういう方にはちょっと微妙
妙なサイズ感かなというふうには思います。でもう一個ちょっとデメリットがあるんですが、もう一個のデメリットとしてはですね、これはパッて見てもらったら分かると思うんですけど、これ持ちこなすんってめちゃくちゃおしゃれな人じゃないとちょっと厳しいかなというふうに思ってて、どうしても普通の人がかけちゃうとこうおじさんスタイルになっちゃうと思うので、まあ、実際僕もこれかけたりとかして何回か使って南行ったりはしてたんですけど、パッて嫁に見られた時の感想がですね、どうしたのそのおじさんみたいなカバンって言われたんで、やっぱり僕みたいなのが背負っちゃうとちょっとおじさん臭くなっちゃうとは思うんですけど、まあファッショナブルな人っていうかおしゃれな人が持ったりすると、まあ、おしゃれなカバンとしてモテるかなというふうには思うので、まあその辺のこう見た目的な部分っていうのがちょっと難しいんじゃないかなというふうには思います。まあなのでいろんなセレクトショップとかで扱ってたりはするので、アイテム自体が全然悪いっていうことはないとは思うんですけど、こう持ち方が今までのリュックとかボディバッグとかっていうようなちょっとイメージとは違うのでちょっと難しいんかなというふうに思います。そしてまあ次おすすめの人がどんな人っていうことなんですが、まあ僕もこれ実際持ってみてよかったなっていうのが、こういったカメラが入るっていうのが僕からしてめちゃくちゃありがたいんですよね。っていうのもなんでかっていうと、まあ、よく Vlog とかでこうボディバッグとか背負って、まあ、財布とか携帯だけ入れて出かけるじゃないですか。でもこのカメラはずっと持ちっぱなしで歩いてるんですよ。でこれ持ってるのめっちゃめんどくさくて、例えばいきなり雨降ったりしたらこう傘も持ってこういう風に GoPro も持って歩かなあかんの結構めんどくさいんですけど、この Arrow 8やったらスポッて入っちゃうので、まあ、普段からカメラを持ち歩いてる方なんかはこれぐらいのサイズ感ってちょうどありがたいぐらいだと思うので、まあ、僕は実際使ってみてこれがすっぽり入るのはこれ結構いいなというふうに思いました。そしてまあそれ以外にはやっぱこういったものでは入らないような水筒ですよね。だから水筒とかってこうどうしてもこういうちっちゃいカバンに入れちゃうともうこれだけでパンパンになると思うんですけど、まあこっちのアロー8の方であれば水筒とか入れたりしてもさらにもうカップラーメンとかも入ったりするので、まあ水筒を持ち歩いたりとかカメラを持ち歩く方とかはもうこっちになっちゃうかなというふうに思いますし、まあそれ以外には本当にまあ最初に言ったみたいに仕事とかでこう普段リュック背負ってんねんけど実はリュックほどの大きさいらんねんっていう方いらっしゃると思うので、まあ、そういう方なんかにはこれで十分ちゃうかなと思うし、まああとはそのボディバッグとかこういうのではちょっと物足りひんっていう、本当にまあさっきから言ってるみたいにこのボディバッグ以上であるけどリュック以下っていうのがこのサイズ感になってると思うので、まあ、どっちかでこう不満がある人っていうのはまあこれは使ってみる価値はあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、確か値段が1万3000円とかぐらいやったと思うので税込みでそんなもんやったと思うので、まあ、中途半端にボディバッグ買って失敗するぐらいやったらもう最初からこっち買っといて、まあ、ある程度物入れちゃうっていうスタイルもありかなというふうには思います。まあ、なので僕も実際使ってみて、まあ、今後使えるかどうかはちょっとまあこれから検討していって、まあ、紐の長さ変えたりとかしながら自分に一番合うサイズっていうのを多分見つけるとは思うんですけど、使い心地としては結構良かったりしたんで、まあ、その辺なんかは良かったんじゃないかなというふうには思います。まあ、一応下はですねちょっと水びちゃびちゃになってたんでこれ拭いとかな後で言われるのでこの辺を拭いときたいなというふうに思いますが、まあ一応そういったカバンになってますので、まあ、ちょっと背負ってる感じだけ最後見てもらおうかなと思います。まあ多分僕がおそらく背負うんであればこうどっちかっていうと後ろに背負っちゃう感じの方が合いやすいんかなと思うので、ちょうど今日こんな日に限って僕オールバックしてるんですよね。オールバックの時ってこういうボディバック合わないじゃないですか。だからやっちゃったな感じはあるんですけど、まあいいでしょう。まあ、こんな感じでちょっと短めにしといた方がおじさん臭さが出えへんというか、こうやっぱ長めにしちゃうとちょっとおじさん臭くなっちゃったり、こう前にしちゃうと本当に郵便局員さんになっちゃうんですよね。まあまあこの辺はちょっと注意していただければいいんじゃないかなというのが、まあ僕の経験談になっておりますということになってますので、まあ本日はですねこのArrow8を背負った状態でお別れしていきたいなというふうに思いますので、本日はアークテリクスのArrow8を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。